したら、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ、意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指して
私の芝居を認めてくれるといいのですが。ほら、ご婦人たちに囲まれて、もう立派な劇作家先生みたいじゃない、王子。おいおい、イエナ、舞台衣装のまま楽屋から出てきちゃダメじゃないか。この衣装ですけど、セリフは子供っぽいのに、ちょっとおばさま臭くないかしら。将軍にご無礼だぞ。口を慎みなさい。
我がノザリオ王国とは因縁浅からぬグスタファス神聖帝国、その蛮族が何の前触れもなく我が領土の一部を占拠した。これはこのルーナジアの各地で起きている火種の一つに過ぎない。今我らの正義が危機に瀕している。火の手が我らを覆う前に、我らは一刻も早くこの大陸の全土に正義の鉄杭を打ち込まねばならない。御意、行くぞ。Thank you.
行こう。